えー、こんにちは今日はつれずれ草の第弾になります、えー、今回実は私かなり安心しているんですけど安心しているというのはこれは二重丸をつけときますけどね頭のとこをご覧ください。で何かと言いますとねこれはね中学校の国語の教科書に載っていた記憶がありますね。 で私が塾であ自分自身でも読んでるかな塾で国語を教えてる時にもこれね授業でやった気がしますね。でこれをね国語の教科書中学生ぐらいでも丁寧に読めば読み取れる曖昧なところの非常に少ないあの話ですね段ですね。でこれはねストーリーなんですよ。ちょっとしたコントト風なスーーリー ちょっとあのオチがついていて、小話としても面白いですから。私あのここ話って書いてありますね。話として面白いですよ。これもあの他にあのいくつかずれずれ草でよく教科書に取られるのはちょっとした。こういうね。あの小話というか、コント風の話がよく取られる。その典型的なものです。これですから意味もそう難しくないし。 えー、歴史的にこの人物はどうだこうだっていうところへ立ち入らなければ一つのお人間のお風習というか社会的な習慣みたいなものに、えー、乗っかってる人間のおかしさというものをおちょっと風刺的に書いてる話かなという,うにね思いますね。 あの読めるもんだと思いますでしかもあの基本的な筋立てが分かるとねこの面白さも分かるしさらにその分かった上で、えー、この古文の言い回しがまた格調高く詩のような響きを持っているので多分面白いというか、えー、単なるあらすじではなくて言葉のリズム含めてね あの面白く読めるんだと思います。<laughs> で、えー、いきなりここまで来ましたけれども、これはあの私がつれづれぐの各段を声に出して読むのを目標にして、最初に読むための解説をして、で最後に、えー、読み通すというそういうシリーズであります。で読み通すっていうのは何かというと皆さんにも。 この動画を参考にご自身で読んでいただくために参考になるようなことをいろいろねお話ししてるんですけどそんなの面倒いやっていう人はえ下に動画の下に何分何分秒とつけときますそうしますとそこへあの私が読み始めるところへあの時間的に飛べますんでねえ解説を聞きたくはないわっていう人はそこへ飛んでください。というところでいいかな。 ですから細、えー、細かかいい現代語訳的な細かい内容解説はしませんで皆さんがおよその、うん、枠が分かって声に出して読んでいく中であ面白いなという面白さを味わえるようにね、うん、とにかく声に出すところを目標にあの見ていってほしいと思います。というところで、えー、印をつけることにします。 で今回はですね登場人物がいたり時とところがあったりするんで、えー「いつ」ストーリーはね「いつどこ誰」です。「いつどこ誰」えー「どうする」これが中心ですよねだから「筋書きをを捕まえるるっていうのはこれを見るわけですどこで誰が何をした」っていうねそれを見ていく。 でこれもですね、えー、基本的には12344人ぐらい出てくるかな人物がね。で誰についてはこんな風に丸で囲むことをやったりあとは文中であのー、等点以外点以外ですね丸は丸がついてる。等点以外で切るところは斜めに線を入れたりあとは特にあのアクセントが大事です。アクセントは、<laughs> あの高いアクセントじゃなくてうっと緊張を入れるアクセントアクセントって言った時に「あ」っていうのは緊張が入ってるアクセントこれは「あ」と「と」に入ってるアクセントアクセントアクセントというあの皇帝でいくとどうも古文らしくはないですねっていうのは日本の,あの伝統的なアクセントっていうのは緊張アクセントです でそれが、えー、例えば「言う」「言う」のこの頭にこの「う」ってあるでしょこれアクセントあるんです。に言うところありっていうねこの「う」っていうのはこれはアクセントがあるんです。でアクセントのついた言葉は実は緊張が入ると表にきれいに出ないんですね。人に伝えるところじゃなくて気持ちに力入るところがアクセントなんで。 えー、言葉としては表に見まあいい。えー、でまずは全体見ましょう「段落」最初3行次が12345678行ですね。でこの段落もね原文のものをどう書いたかっていうのはなかなかいろいろテキストだけあの検討してったらまあキリがないんですけどもね、まあ、いいまあいいでしょうあの2つの段落ですと。 でで読んでいきますね第236段36段6段ですね丹波に「丹波丹波です土地です出雲というところあり」でこれもね大した重要じゃないんです丹波の出雲の話だよっていうところでね「大社を移して出雲大社ですめでたく作ったんです」。っていうのはめで っていうのもね、目に出る目に鮮やかとかねめでたいとかね何か目に訴えるってそれと関係なくはないでしょうとでそこで、えー、丹波の出雲ので、えー、新しく移して作ったんだどっかから移して新築にしたんでしょうね。 そして志田の何がしてのがこれ人物です「とかや知るところ」「とかや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 」の「とか」アクセントこれはね「とかや」と3つまとめて「知るところなれば」で日本語の特に古文というのは2か3のまとまりでつながっている「シダのなにがし」「とかや知る ところなればでこういう読み方するだけでもう古文らしくなるんですけどもねでその時にはまとめる時アクセントがある知るは後ろねところなればなれば前ですなればのな前でこういうところにあのアクセントを置いてなればなればじゃんなれば都会でこういうアクセントをつけると 古文らしく読めるようになりますから皆さんも心がけてください秋の頃秋ですこれが今言ったあのいつどこですねどこですか丹波出雲、ねええー、どこですかって言うといつですかって言うと秋です紹介商,商人出てきました志田の何がしという人がいて知ってるところなんで紹介商,商人 その他も人あまた誘いて,て誘ったん誰が誰を誘ったんですかこれは紹介承認とその他っていうのは誘われた人でしょうシダの何がしが誘ったんです紹介承認その他人その他も人人あまたじゃ人をあまたの緒が抜けてるその他も人あまた誘いて これも今言った2「二三切り」すれば「その」「ほかもはん人」「あまた」「さそ」「いて」っていうねその二三切りができるだけで実は古文のの意味解釈、内容のつかみがでできるんです。だからアクセそ,その時必ずアクセントがつくんでねアクセントとともに文の意味がつかめてくる。だから2「二三」「二」か「三」で区切りながら「 アクセントをつける読み方が大事なわけですっていうね今やってみましたけれどもでさあ何言ったかというと志田の何がしです志田の何がしさんの言ったことこれ「し」「いざたま出雲をおに」「出雲拝みに」出雲みにじゃなくてね「出雲拝みに」要するに出雲大社を にあのささあお参りに行きましょうよと「行き,行きませんか?」っていうね新しくできたからさいつも行きましょうって、ね「買い持ち目指せん」って「買い持ち」っていうのはねなんか料理の接待らしいですな「持ち」っていうのはねなんかおもちお持ちだか何か「持ち」っていうと「買い持ち」はね「貝買いシいし」とか「買い」とかね「買う」とかね あ,のあてがうの「買う」とかねいろいろつながってくるうんとにかくあのごちそうしますよ「とてぐしもてぐしもてぐしもてゆきたるにぐしもてこれも後ろ後ろの前ぐしもてゆきたるにぐとたが立ちますあとは後ろです。ぐしもてゆきたるに おのおの,これ人ですおの,おの拝みて拝んだんですねおのおの拝みてゆゆしくというゆゆしくっていうのはね真剣にとかね真面目にとかねすっかりとかねゆゆしくなんですゆゆしく真を起こしたり信仰したんです拝んだらいやーすごいなやっぱりねっていうふうに信人を起こした。 これは素晴らしいもんだとまあ今でもね我々すごい大きな建物なんか見ちゃうとすごいねここは立派だねというふうに思うでしょうけどもねさてその結果二段落ですねお前なる獅子狛犬これですがですすすが抜けてますお前っていうのはその前にある。 出雲大社のその前かなお前っていうのはねどこの前かっていうと、まあ、神社の前にある獅子と狛犬ですありますね獅子のこういう置物みたいなやつね狛犬背きて後ろ様に立ちたりければ背向きてってのは後ろ向いてる背中向きて背向きてってのも面白いね「背っていうのは背中背向きてなんで。 背くっていうのは向きはむくですよね。で、そういう解釈が結構ずれずれの古文が有効である。ですからわざわざ辞書引いて引かなくても連想、あの部品の連想みたいなもんでね結構見えてる。後ろ様に立ちたりければ商人です。紹介商人ですね、えー。名前出たのはシダのなにがしさん一番、紹介商人二番。 あとはその他の人はいるんですけどこれ3人か3番目としましょうね商人は2番ですそこへ誘われていった商人です初回商人誰ですかこれ調べるとね誰だか名前不明って書いてありますクエスチョンになってます意味軸ですね意味軸っていうのもいいですね意味軸ですね意味の実はね私は身体の真を想像しますね意味軸 身にしみてとね意味く感じてすごい感動しちゃった「あなめでたやん」「あなめでたやん」「あなはああめでたい」ねこの獅子の立ちよう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 たちよう立ちようたちよう立ちよう立ちよう立ちようやっぱこれ後ろはいいかな で迷ったときはだいたい後ろにはアクセントすると日本語らしくなってくるこの四肢の立ちよう糸珍しく糸の糸がねアクセントつきます糸珍しらにもつきます深きゆえあらんこれもその通り何か深い理由がわけがあるんだなと涙ぐみてです涙出しちゃうんです いかにとのばらってこれはみんなに声かけてる「首相のことはごらんじとがめずや無下なり」ってね残念だ「無下」ってのは下がない残念だって無下ですね首相のこと優れたことはいや皆さん見てごらんなさいすごいことをごらんじとがめずやってどうして目に留めないんですかだ、ね、めですよもったいないですよみたいなね「無下」「無下」は「 下でないと「えば各々怪しみてですえー、なんだ?」ってこの「怪しみ」っていうのはあのー「怪しみ」はあれ変だなと思ったんですよね。うん変だな不思議がある。まことに他に異なりけり都の都とにこの都ともね都とはね土産ですな。 都のつとに語らんなど言うにでこの「に」はね言うときにとかね状況のでなど言ったことになっての「に」なんですね状況の「に」なんです。「商人なおゆかしがりて」てなおゆかしっていうのはね「おくゆかし」ってもっとゆかしはね「ゆくゆかしゆく」もっと先へゆく。 そして「おとなしく物を知りぬべき顔をしたる人,人眼人眼」こっから山かっこですね「おとなしく」「おとなしい」は静かじゃなくて「大人っぽい」えー年を「年がいってる」っていうかなでいろいろものを,を知ってそうな顔した人眼ですね「神官」ですね「人眼」というの人眼を呼びて呼んだんです。 ねえ「この宮代の獅子の建てられよう」2番ですね商人がまだ言ってます「この宮代の獅子の建てられよう,よう」やっぱり「う」にしましょう定めて習いあることにはんべらんはんべらんです「うん」にアクセントある「はんべらんら」にもある「地と受けたまはらばや」 受ら「受けたまはらわらばや」の「ら」がついてる「ばや」と言われければ、ね、と言ったんです。言われたんです。尊敬かな?「言われ」と言われければと言われたんでしょうね。この心「心眼」の方でしょう。そのことにそろってか答えるんですね。そのことですがね。さがなきさがなきです。 佐賀なき笑わ,わべわ,らわべどものつかまつりける機械につかまつるここです全部き機械につながってます機械っていうのはあの変わったことわ変なことさが <laughs> なきっていうのはねさがですねさがなき笑わ,わべどものさがなきっていうのは何つったらいいかなその悪さ悪さ 悪さ,悪さをする子供たちだよ悪さをする子供たちが捕まつてたやったことでやった機械にそろうことなり機械っていうのは困ったこと変なことなんですよとて差し寄りてさあ近づいて据え直していにければこれもね分かりますね。商人のいたずらに なりにけりですねまあお分かりでしょうがあまりあの現代的な言葉に言い換えなくともほとんど意味が取れるしストーリーとしてねうまくできてますわね。そして比較的分かりやすいから、えー、中学校の教科書とか <laughs> 載っていても結構面白く読める。でこれれが理解できれば人間の まあ面白さというかねまあ主人公は紹介商人ですけどもねこの人はもう涙流して感動したんだけどいやちょっと待てよというねそういうオチがついているというねそういう話でありますどうでしょうかね、うんえー、あまり私もと立ち止まらずにスラスラと行けましたのでもう一度中身をかみしめながら読み通してみようと思いますそれでは読んでみましょう 第236段丹波に出雲というところあり大社を移してめでたく作れり志田の何菓子とかや知るところなれば秋の頃商会商人そのほかも人あまた誘いていざたまへ出雲大神に買い持ち目めさせんとて ぐしもてゆきたるにおのおの拝みてゆゆしく心を起こしたりお前なるししこま子ぬ犬むきて後ろ様に立ちたりいければ商人意味く感じてあなめでたやこのし子の立ちようず珍し深きゆえあらんと涙ぐみて」。 いかに殿原首相のことはごらんじとがめずや無下なりといえばおのおの怪しみてまことにたに異なりけり都のつとに語らんなど言うに商人なおゆかしがりておとなしく物知りぬべき顔したる人眼を呼びて この宮代の獅子の建られを定めて習いあることにはんべらん「地と受けたまわらばや」と言われければそのことにそう,ろう「さがなきわらわべどものつかまつりける機械に揃う,うことなり」とて差し寄りて据え直していにければ。 商人の官類、いたずらになりにけり。今ふと思ったのは、いたずらですね。いたずらになったんです。子供、さがなきわらわべどもの、これはいたずらであって、いたずらを見ていたずら、無駄になってしまうというね。いたずらは無駄なことなんだけど。さがなき。さがなきっていうのはね、まあ、罪ないっていうか、そういうことかな。 差がなくては多分悪意はないんでしょうね悪意はないんだけどもそんなことしちまうとでこの最後面白いのはね「あそうこれ子供がやったんですよ」とうよって言ってぐるっと回してねすっと立ち去ってしまうんですこの神眼さんがね。でこのあとじゃあどうなったかというと商人がみんなの前で「いやすごいじゃないですか」っつって涙を流した者がさてこのあとどうなったかということを 書かないでねポンと落ちがついてるところはまたシャレたコントみたいになってる。で何回読んでもきちんと中身ついていくとその時の,あの状況とか他の人の反応とかね思いとかね何かそういう全体状況が見えてくるねそういう面白い話だと思います。えー、皆さんもぜひ声に出しててね読んでみてくださいというところで終わりにいたします。どうも ありがとうございました。